はい、茅野市内ただいま4度。今朝自宅ではいつも氷の観測をしているバケツの水が薄氷張ってたんで0度近くまでは下がったと思いますが、もう天気がいいので気温がぐんぐん上がってるみたいですね。はい、イーナスラインに入りました。御在寺神社の交差点左折してイーナスラインで152区分かれました。今日いつもの出勤時間より15分くらい遅いのかな。まあ、朝の通勤時間帯なんで、そんなに混雑具合は変わってませんが、御在寺を過ぎると、まあ、途端に流れるようにはなります。はい、正面左手、やや左手に立科山があるはずなんですが、雲の中っていう感じですね。その右手の北になるのが北横岳、もう中腹までくらいしか見えてないですね。今日山の上上がればどんな天気なんだろう。車山の方向は晴れてるんですけどね。今日は高気圧に覆われて結構いい天気になるんじゃないかと予想してたんですが、なんでもちょっと雲行きが怪しいですね。はい、今ガソリンの残量計が一目盛り減って373キロ、全部で8つ目盛りがあるうち5つ減りました。5つ減ると大体 22.5 リッター消費した計算になります。このところずっと2月いっぱい寒かったので燃費が15キロの半ばを行ったり来たりで全然向上しなかったんですが、前回の給油時に17弱くらいまで急激に伸びました。やっぱ温度が上がってくると燃費も伸びてくるようです。で、今いつものショートカットの区間に入りました。ただ途中でちょっといろいろ写真撮ったり寄り道をするんでショートカットがショートカットになってるかどうか分かりませんが、おそらくショートカットです。で、走りにくいのはここの区間だけで、ここを右折すると、まあ、そこそこ広い道にはなります。で、これをしばらく走ると今作っている湯川バイパスと合流しますので、湯川バイパスが完成すればもうショートカットとか言わずに、通常ルートになるのかなって気がします。まあ、さっきまで走ってたビーナスライン直進しても当然湯川バイパス入れるんですが、一回登って急激な下りがあるので、冬とか圧雪になってる時はあんまり通りたくないなっていう道なんですよね。なのでやはりこちらの方へ、回ることが多いと思います。はい、正面やや右手にどもりと橋が見えたと思うんですが、見えなかったかな。これが湯川バイパスですね。ここで、直角に曲がって、柏原の部落のあそこは上になるのか下になるのかまで直線的に走れる道路を、まあ、現在作っているところです。今右手、川を挟んだ対岸側をまっすぐ湯川バイパスが走ってます。で、ここ右曲がって橋を渡ったところで交差しますので、完成すればここを左折して登っていくようになると思います。はい、ここで交差しております。現状もこのまままっすぐ登っていくと152と合流しますが、突き当たりますが、この左手、これはなんだ、音無川なのかな。音無川が、まあ、ほぼまっすぐ流れていて、その音無川の左岸側に
湯川バイパスが作っているところです。でこの上の方の区間はもうすでに舗装が終わっていて、あと歩道を舗装すればいいくらいかな。であとセンターラインだとか路側帯だとか、白線引けば完成というくらいの工程まで進んでます。あれ今日鳩いないな。カラスはいるけど珍しいな。いつもこの右側の電線のところに鳩がびっしり止まっているんですが、今日はカラスが少しいるだけですね。はい、間もなく突き当たりで152号で、湯川バイパスのこれなんちゃいんだ、インターチェンジじゃないな、接続部になります。はい、ここです。映りますかね。これが下方向で、ここが上方向の接続部、 Y の字みたいな感じで接続